社でやってるかい。お茶の間を席巻したこの曲を聴くと胸が熱くなる方も多いのではないか。漫画巨人の星、かつて巨人軍の選手だった父から野球のスパルタ教育を施された主人公星飛雄馬が魔球を操りライバルたちと激闘を繰り広げる物語。大ブームを巻き起こしたこの作品は日本の漫画界に新たなジャンルを確立した、いわゆるスポコンものである。この巨人の星をはじめ数多くのスポコン漫画を世に送り出した劇画原作者梶原一騎、その作品の中でも特にセンセーショナルな話題を振りまいたのが明日のジョー。あの衝撃のラストシーンはどのようにして生まれたのか。小さな駒のあの手を見た時にパッとこうあのジョーが真っ白になった、ジョーがふっと浮かんだんですよね。多くの若者たちの胸を熱くさせた梶原作品、関係者の証言からその魅力の秘密を解き明かす。梶原さんは独特のやっぱり素晴らしがあるから、あの人の作品にはそういうやっぱり心揺さぶるところがあるので。漫画の枠を飛び越え驚きの展開を見せたタイガーマスク。先生も天才でしょう、おそらく。そう展開させていく、あの僕らをこう集中させて読ませていただけるってことの、いろんな作家の方も僕は知ってますけども、あんな天才ないぐらいこうのめり込んでくれる。夫人が語る梶原一騎の知られざる素顔とは。この人と結婚しなくてもこれ一生覚えておこうって、このセリフすごいなって。昭和の劇画ヒットメーカー梶原一騎、なぜ彼の作品は多くの男たちの胸を熱く焦がしたのか。本物の男を追い求めた人物像とその生涯に迫る。多くの漫画家たちが今日構える東京練馬区、ここに梶原一騎の自宅がある。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いいたします。こちらこそ。こちらが梶原一騎夫人敦子さん。早速中へお邪魔すると、お玄関にも先生の写真とか。そう、これで泥棒よくですね。梶原一騎とタイガーマスク、泥棒も裸足で逃げ出す迫力だ。みんなはね、博物館だっていう、まあ、あの作品を並べてあるところありますので、はい、よろしかったら。敦子夫人についていくと、そこにはここなんですけど、こちらは主人の作品で、向こうはビデオ。ずらりと並ぶ名作の数々、原作した作品の単行本やフィギュア、そしてテレビアニメ化された作品のビデオがずらり。さらに長嶋さん、王さん、交流のあった昭和のスター選手たちとの写真、ファンにとってはここはまさしく宝の山。中には本人愛用の品も。これは主人が原稿を書くときのこういう鉛筆ですの削り方ですね。こんなに芯を、そうで力を入れないでトン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 って書くんで、これを10本ぐらい仕事の前には小刀で削りまして、10円の小刀で、でこれを10本ぐらい並べて仕事にかかるんですけど、メガネはそうよ、こんなに度が強いんです。これすごいでしょ、ほらすごい悪いですよ。そして特別に梶原一騎が書いた原稿を見せていただくことに。こういう風ですよ、主人、綺麗ですよ。これが直筆の生原稿、丸文字でね、あの梶原一騎の字ですかって感じ、
あの鉛筆だから間違えたところをこう消しゴムでちゃんと消してで書いてますから、原稿用紙こんなことなんてとんでもないです。そういう人じゃないの。贅沢とかそういうダメなもん、物を粗末にすること。実はこの部屋、かつては梶原の原稿を受け取りに来た編集者たちの控え室だったという。編集者は皆さんここで待機なさってて、ここ冷蔵庫からないから前あったんです、ガスから好きなように、うん、でここ今棚は私が作ってしまったけれど、ここが仕事部屋のドアだった。この隣が仕事部屋で、と仕事が終わるとホチキスの音がね、カチャッカチャッカチャッとしてギシギシギシッと椅子の音がして、ドアが「おお待たせたな」つれて「うぅ」ってタバコ、タバコがもうもう「うぅ」って言いながら原稿を渡す。編集者たちがここで受け取った原稿は漫画となり、どれも大ヒット。巨人の星、明日のジョー、タイガーマスク、サムライジャイアンツ、柔道一直線など、梶原が世に送り出した作品は130を超え、当時の男たちは梶原作品に胸を熱くさせた。梶原一騎はいかにして劇画王へと上り詰めたのか、まずはそのきっかけとなった作品から見てみよう。梶原一騎が劇画原作者としてデビューしたのは昭和37年、力道山が実名で登場するプロレス漫画チャンピオン太し。その連載終了後の昭和40年のある日、当時の少年マガジン編集長内田勝さんは梶原の手腕を買い、漫画の原作を依頼するため自宅を訪ねた。何年、1年以上、2年近く通ってきて、で内田さんと宮原さんと何時間も詰めて話してましたね。事件と人間を描くことをテーマに、梶原と編集部の打ち合わせは連日遅くまで行われた。大事なタイトルはひょんなことから生まれたという。まだ車もないから自転車で送ってくんですよ、主人が。それで星が満天の空に星が、それで巨人の星っていうタイトルができたみたいですけど。そしてテーマである人間は英語でヒューマン、これを主人公の名前とした。こうして巨人の星の主人公星ヒューマが生まれた。作画を担当した漫画家の川崎昇はこう語る。僕はその当時サンデーでもちょっと連載してましたし、月刊誌も持ってましたし、うん、ちょっと週刊誌にはできないし、うん、もう野球もそんなに詳しくないし、うん、これはちょっともう できないなということでお断りしてたんですけどね。まあ最後にクトキョッとされて、内田さんが我々3人が、要するに編集部、原作者、漫画家、それが三位一体となってこうマッチの箱になって、ちょっとこう触れ合えばこすればボッと燃えると、そういう状況で作品作っていきましょうっていうことを言われたんです。それは非常にね鮮明に覚えてるんですよ。こうして構想開始からおよそ2年後の昭和41年、巨人の星の連載がスタート。もちもちいろんな作家さんの原作の人にね、みんなシナリオ風なんですね。こうけど梶原さんは小説風なんですよ。ただ文章は書いてあるだけで、だからそれを読んで自分なりにひらめいて感銘受けて、ああここはこうしたらいいな、こういう背景書くといいな、こういう句も取ればいいなというのが、すっごく僕にはものすごい梶原さんの原作がこういうイメージが膨らんで、それが、まあ、場面構成にできたといいますか。また鉛筆書きだった原稿からは梶原が作品にぶつけた感情が直に伝わってきたという。
梶山は必ず鉛筆で書かれてるんですね。 4B でずっと書かれてて、だから原作をそのままコピーじゃなく、その原作そのものをくださいっていうことを頼んでたんですよ。でだんだんねこう乗ってくると、やっぱりこう書いていくね、やっぱりこうだんだん文字がこう荒くなるというか、こうだんだん鉛筆がちびってきますよね。で太くなってきますね。でこうあこうそれがね勢いがこう増してるというか、こう読んでて分かる、あここでだん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 こうなってきてるなという、こう伝わってくるんですよ。だからねこう盛り上がりっていうのはね、こう生の梶田さんの生の原稿を見てると、梶田さんの感情そのものがこう分かる感じですよね。ヒューマ独特の目の中の炎を川崎が原稿から感じ取ったもの、燃える目をかそのそういう感情的な部分を書かれてたんじゃないかなと思うんですよ。そのヒューマは内から燃える形っていうのを、そのでそれを僕が目に燃えさすような表現を書いたと思うんですよね。でだから梶田さん、助けさんおっしゃってたということをお聞きしたんですけど、まさか目に炎を入れるとは思わなかったということをおっしゃってて、必ず感銘してくださったと思うんですよ。で梶田さんなりにこれには負けられ、まあ、僕ももちろんあったんですよ。この原作には絶対負けないと思ったんですよ、うん、原作に負けるかという気持ちで、まあ、僕は精一杯のこう発想でこう小回りして変えて、で編集が良かったり、でそれ梶田さんに届いて、梶田さんって、まあ、こうなったか、ここはこうするんだったらばということで、それが返ってくると、で読んで、ああこう来るかという感じ でまたこっち燃えて、またこうなんかだからそれがね、すっごくね巨人の種の場合いい形で、3つが回ってたと思うんですよね。原作と作画の相乗効果で面白くなっていった巨人の星、あの消える魔球のからくりもその中で生まれた。消える魔球は梶田さん最後まで考えてなかったということ、うん、いやそれもお聞きしたんですけどね、なんか僕がほら魔球を投げるときに高く足を上げるでしょ、あの時僕は必ず砂ぼこりをビューとこう書いてたんですよ、こう土煙をね足上げるとき、これだっていうことを、そこから反対にヒットを得られたということもお聞きしましたけどね、うん、巨人の星の大ヒットによりスポーツ根性もの、いわゆるスポコンブームが巻き起こり、梶原の元には原作の依頼が殺到。柔道一直線、タイガーマスクといったスポコンものの連載を一手に引き受けた。睡眠時間は 3,4 時間、原稿を書きながら食事をとる売れっ子作家となった梶原、彼の作家としての原点はそのふるさとにあった。昭和11年9月4日、生を受けた梶原一騎、本名、高森麻希。九州男児の父、達夫は、英語教師や文芸誌の編集者として有能で、梶原に大きな影響を与えた。それは、梶原の作品の登場人物のモデルになるほど。その人物こそ、巨人の星の星。梶原自身、一徹のセリフは無意識に父の口真似になっていると述べている。5つ下の弟松地は後の作家牧久夫、まさに文芸一家。梶原は幼い頃から体が大きく、喧嘩三昧の毎日を送っていた。そのため昭和25年、素行の悪い児童を更生させる教務員という施設に入所させられる。